けで研究所の中森です。それでは今回も質問に答えていきましょう。武田塾チャンネル。新入試では、英語の文法問題がなくなりますが、ネクステイやるべきですか？もしやるなら今までと同じ使い方ではダメですか？まずその新入試で文法問題がなくなることがおそらくまあ確定であろうと言えるのは共通テストだけなんですね、現時点では。なのでその文法問題が本当にいらないかどうかは正直分かりかねる状況だと思います。なのでなくなるってことはないんじゃないかなと思います。ただ、まあ、優先順位はやっぱり下がるから、例えば本当に時間なかったらその肘井先生の、英文法の参考書みたいに解説詳しいの問題数少ないやつでやって、まあ、余裕があったら追加でやるってやり方もありかなとは思いますけれども、今までと同じ使い方でいいし、まあ、やる場合は基本的にはそれで大丈夫で、時間なかったら最悪追加でやるって形で文法の基礎事項だけを抑える形で進むといいんじゃないかなっていうところですかね。三金交流だとシスタのベーシックでいけますか？まあ、大丈夫じゃないかなと思います。2等5万線三金交流あたりであれば、シスタンベーシックとかシスタの1200まで、で十分いけるかなと思います。分からない単語はないってわけじゃないけどね、まあ、その上のレベルも余裕があったらやった方がいいんじゃないっては思うけど、まあなくても別に全然戦えるかなっていうふうに思います。5月から受験勉強を始めたのですが、模試とかの点数はまだ気にしなくても良いですか？やったことができてるかどうかは気にした方がいいかなと。要は例えばすぐ点数に直結する社会とかねみたいに、習ったにもかかわらず、まあ、勉強してもかかわらずそこができてないっていうのはそれは気にした方がいいけど、例えば英語とか数学みたいにある程度結果出すのに時間がかかるものに関しては全然気にしなくていいんじゃないかなと思いますね。ただ例えば英語が単語やったのに単語が全然意味わからなかったとかになるようであればそこは気にした方がいいかなという感じですね。あくまでもやったことの確認としては気にしようレベルのことですね。はい。英検準2級受けたいんですが、パス単は5級や4級3級のもやった方がいいのですか？いや、いらないですね。その級のだけで十分ですし、まあ、例えばでも中学英単語がやばいとかだったら、まあ、パス単じゃなくてもいいけど中学レベルの単語はやった方がいいかなとは思いますけど、まあ、そうじゃなければ別に準2級のやつだけで十分かなとは思います。英語だけ日大レベルまで進めて終わってから高校と社会を追加するのはありですか？ありだけど、それがいつに終わるのかにもよるかな。というのは、例えば英語が終わるのがもう受験学年の10月ですとか言われるとそれはちょっと遅いかなっていう話なので、それを例えば国語と社会で追加してちゃんと終わりきんのかどうか、追加できるタイミングとかその追加した結果いつに終わるのかっていうところをちゃんと見ておく必要はあるかなって感じですね。高校受験で偏差値40から8月末の模試で65にするためのアドバイスください。おすすめの参考書も。いや正直これだったら学校のワークとか教科書で全然いけると思うけどね、65だったら。65の学校に受かりたいだったら問題がオリジナルのとこだったら結構きついかなとは思うんだけど、教科書レベルだけだとね。でも模試のレベルって多分これはおそらく公立入試想定のものだとは思うんで、であれば単純に学校の成績が良ければ十分取れる難易度だとは思いますよ。もちろんね、試験の範囲は広くはなるけどね、独学で買うならニューコースあたりでいいんじゃないかなと思いますけどね。でそれを本当に全問正解に仕上げていく、まあ、学校のワークでもいいですよ全然。そういうのをしっかり仕上げていくって形でやっていければいいかなとは思います。偏差値40の時点で基礎がおろそかなんで、もうそこは基礎固めをしっかりやった方がいいと思いますよ。だから前の範囲とかね、例えばこう中1中2の範囲とかからしっかりやり直して完成度上げていくってことをやってみてください。はい、というところです。今回は以上です。武田塾チャンネル公開収録第2回 in 大阪を、武田塾大阪校で開催します。前回と同じく概要欄から申し込みできるようになっておりますので、今回は私は高田先生が出演するという形でご参加ください。なんと今回は参加者全員ですね、志望校のカリキュラムプレゼントしちゃいますよと、はい、になってます。関西の皆さん、僕たちに会いに来てね。はい。